皆さんこんにちは、女優です。本日はですね、花部純です。違います。皆さんこんにちは、女優です。違います。本日はですね、私の2024年上半期のベスコススキンケア部門から紹介していきたいと思います。まあ今年の上半期一番使ったなと思う商品をすべて並べておりますので、一個一個紹介していきたいと思います。ちょっとでも悩めるレディーの参考になればななんて思ってるんだよね。ということで早速スタートしていきたいと思います。はい、ということでまずはクレンジングからご紹介していきたいんですけど、ちょっとあの使用感がえぐいんですが、マニョ、日本名だと魔女工場のピュアクレンジングオイルでございます。これは去年からずっと使ってて、一番使ったクレンジングなんじゃないかな、ここ最近でっていう。なんか私結構あのご覧の通り化粧が濃いじゃないですか。まあ心の余裕がない日は一気にお風呂でオイル使って全部グワーって落としたいみたいな、そういうタイプのウォンナなんで、やっぱりちょっと何ですか、最近ウォンナハマってる。そうウォンナハマってる。そうオイルクレンジングってさ、物によってはさ、洗い流してタオルで拭いた後もうなんか秒で砂漠みたいな、でそっからさらに洗顔すると思ったら恐ろしくなる時ない？皮脂全部根こそぎ。そうでもこのオイルは洗い上がりしっとりで、あ、ちなみにこれ全然案件とか一切絡んでないので私の本当の正直レビューです。ご安心して見てください。洗った後その突っ張らなさで言ったら、ちょっと化粧水塗った後ぐらいの感じになる気がする。気のせいかもしれません。あ、わかりますって言ってる女性スタッフがいるので、多分あの本当だと思います。でもう一個ちょっと選べなかったんですよ、一個に絞れなかったから。もう一個紹介したいんだけど、これ見えますかね。こちらはですね、ファンケルのマイルドクレンジングオイルのブラック&スムース。ジムに行った時にいつもすっぴんで行くんだけど、日焼け止め塗ってるからさ、クレンジングしたいなって思って、いつもクレンジングをジムに持っていくんですよ。その後シャワー浴びる時に使うのに。なんだけどある日忘れた日があったんですね。で急遽ローソンで買ったのがこれだったんです。だからこのサイズなんだけど、これすっごい良かったの。鼻の角栓とかがマジでなくなる。乳化が雑でも落ちる。わかんの、みほ。極端な話、シャワーガーってやっただけでもめっちゃ綺麗に角栓とかが落ちるぐらい、結構洗浄力の強いオイルクレンジングで、まあ私基本的にベースはこっちを今は使ってるんですけど、角栓ちょっと漏れてないなみたいな時はこっちを使ったりとか、で部分的になんか鼻だけこれ使ったりすることもあったりする。ちょっと使ってみたいっす。でもメイクしないじゃん。メイクしないですけど、角栓取るだけだったら、うん、ああね、角栓のみなので今、まあ、その角栓を放置しておくことはやっぱお肌にもいいことはないので、まあ、使ってみてください。あげよっかこれ。使いたいです。買ってくださいやっぱり。はい、ということで続きまして洗顔なんですけど、洗顔は私好きなものたくさんあるんだけど、一番使ったものって何かなって聞かれたら迷わずこれだったんだよね。フルウエストのマンナンジェリーハイドロウォッシュっていう洗顔で、こういうジェリー状の洗顔なんですよ。で弱スクラブって感じなので、これがめちゃくちゃ楽で、朝とか特に泡立てたりとかしなくていいから、もうこのままで使えるのですっごい使ってました。スクラブがまあ若干だけど入ってるおかげで、すごいスッキリ感とか肌の角質が落ちてツルツルになる感じ、くすみがなんか取れたりとか、まあ、そんな感じでストックで置いておくぐらい好きな洗顔です。本当におすすめです。使ってみてください。続きまして導入美容液の部門なんですけど、本当に大好きなやつたくさんあるんですけど、一番使ったの何って言われたらまあこれだったなと思います。ファチュイテのブライテストファーストエッセンス A でございます。 A なのか読み方あってるのか分かんないけど、使ったことある？ないです。ちょっと一回手に出してみて。これしかもねスプレーになってるんですよ。ちょっと伸ばしてみて。これ導入美容液なのね。普通の美容液以上にしっとりするの。伸びが良いです。伸びいいし、そう馴染みもいいし、もう他では味わえないこのしっとり感と手軽さ、ここだけとりあえず取ったらあとスプレーするだけっていうのが楽で、めちゃくちゃもう顔中に塗って、もうここら辺まで塗って、その後パック貼って髪の毛乾かすみたいな感じにしています。でファチュイテは最近渋谷のスクスク、スクランブルスクエアの中の化粧品のフロアあるじゃん、あそこにあの最近オープンしたので気軽に買いに行けるので、近々行かなきゃなーって思ってます。はい、続きまして化粧水部門なんですけど、まあ、これもね一つに絞れなかったんですね。
まず1個目がですね、これも2、3本目ぐらいのリピ商品なんですけど、ランコムのクラリフィックデュアルエッセンスローション EX 美容化粧水でございます。ランコムの、まあ、定番の化粧水。これ何がすごいって、オイルが入ってるから、そんじょそこらの化粧水と保湿力が違う。以上です。以上です。てか、なんかね、言葉で説明できないんだよな。何がいいのかっていうのが言えないっていうのはあれに似てる。本気で好きになった男ってどこがいいのって言われたら分かんなくないみたいな。めっちゃ顔がかっこいいわけでもないし、性格めっちゃいいわけでもないし、でもなんか好きなんだよねみたいな化粧水。で、もう一個どうしても迷った化粧水がこちら、エルツティンのシルクトナーでございます。しっとりめの化粧水、このとろみのあるテクスチャーっていうかさ、だけどベタベタしないんですね。この絶妙なバランスがすごく使いやすかったのと、とにかくいいんですよ。放棄すなよ。ブライトニング系でもあり、鎮静も叶うみたいなことだよね。これ私、化粧水パックする時もこれを使ったりします。すごい贅沢だよね。化粧水パックする時に皆さんにおすすめしたいのが、まあ、これは正しいか分かんないので自己責任でやっていただきたいんですけど、ティッシュをそのここのサイズ、ここのサイズ、ここのサイズに切って染み込ませてペタペタペタって貼る方が量を無駄にしなくていいし、広範囲につけれるし、すごいいいなと思って、私はティッシュでコットンパックっていうかティッシュパックをよくします。おすすめですよ。はい、続きまして美容液部門なんですけど、まず1個目、これも結局一つに選べなかったんかいって感じなんだけど、キールズのミッドナイトボタニカルコンセントレート、こちらですね、私大学生から使ってます。あのキールズさん、そろそろ私のこと気づいていただけます？案件とかっていただけたりし、いやマジで本当に好きで、大学生だから20歳ぐらいから使ってて、もう12年ぐらい何十本リピートしてきたんだろうと思うぐらいの鬼リピ美容液なんだけど、その当時まだすごいニキビ肌で、これを塗ってで朝起きるとだいぶ鎮静してたりとか、ニキビ跡も薄くなってるの、1日で。だからニキビ肌の人にもすごくいいんじゃないかなって、私は自分が使ってみてよかったので思ってるし、これを1個挟むことによって、とにかくね、肌のコンディションが整う。絶対に切らしたくない、不安になっちゃう、なくなったら。大好きな美容液です。続きましてもう1個ちょっと美容液部門、こちらです。 VT のシカレチエエッセンス 0.1 ですね。でこれはレチノールの美容液なんですけど、レチノールって A 反応って言って顔が真っ赤になっちゃったりとかするものもあるんだけど、これは優しいレチノールなので安全に毎日使えるけど、日々のスキンケアにレチノールを取り入れることができるって、ちゃんとレチノールの効果、毛穴とかそういうところにもアプローチしてくれる。ただその成分が優しい分、使って翌日になんかあれみたいなことは少ないけど、着実に確実に肌が良くなる、私にとってなんですけど、そんな感じの美容液です。はい、続きましてフェイスクリームのご紹介をしたいんですが、これもね、選べませんでした。1個に選ぶなんて、そんな酷なこと私にはできませんでした。なので、まあ3つぐらい紹介させてほしいなーなんて思っています。まずとりあえず朝用で使うのはもう間違いなくこれ、不動カネボウのクリームインデーっていう、もう皆さん知ってますよね。肌がもっちりすんだよ、なんかすごい、私さっきからおじさんみたい。いや肌がもっちりすんだよ、男らしすぎたよね、ごめん。肌が本当にもっちりするの、ごわついてた感じの肌が柔らかくなって、でこの後に、まあ、日焼け止め塗ってファンデーション塗ってももろもろとかが出ない。クリームってさ、ものによっては朝化粧前とかに塗るともろもろが出てきたりとかするじゃん。これに関してはどのファンデーションとも相性いい。これが合わないファンデーションに私は出会ったことがないっていうぐらい、すごく万能な日中用クリーム。まあこれは1個確実に持っておいて損はないんじゃないかなと思います。てかもう私が今紹介してるもの全部買っといて損はないものだと思います。はい。ということで、今のは日中用美容液だったんですけど、夜用の美容液で、さっき化粧水で出てきたこのブランドですね。エルツティンのクリーム、このベコベコ具合で伝わるんじゃないかなと思うんですけど、めちゃくちゃ使ってます。特別めっちゃいいっていうクリームではない。もちろんちゃんと保湿とかをしてくれるんだよ。なんだけど、これを使ったからめちゃくちゃ肌が綺麗になったとかっていうことも特にないの、私にとっては。なんだけど、1個あるとすごくホッとするっていうか、安心するクリームで、逆に言うと、その肌が揺らいでる時とか、肌がちょっと悲鳴上げてるぜみたいな時に使っても荒れたりとかもしない。安心して使えるクリームとして1個持っておくと、すごく私は安心できるのでいいです。おすすめです。はい、
伝わった。刺激の強い成分入ってる美容液とか使うのはきついなみたいな日に一個欲しいクリーム、うん、そうそう、そんな感じもう私じゃなくてあなたが説明してもらってもいい。なんか私抽象的なことしか言えません。これめっちゃいいんだよね、これすごいいいんだよね、それしか言えない。何笑っとんねん。で、もう一個最近使い始めたクリームで急遽飛び込んできたものがあって、こちらです。バイオヒール BOH プロビオ、バイオヒールプロバイオダーム 3D リフティングクリームでーす。新しいっすね。これはね、オリーブヤングの購入品の中にも出てきたと思うんですが、調べたらオリアン行ったら絶対に買うべき何選みたいなのに結構入ってたもので、店員さんにも聞いたところ、すごいいいクリームで人気だということで買わせていただいたんですけど、もうこれはもう張りが止まらないみたいな感じ。私あの目の下のさ、シワ、小じわ、ちりめんじわにすごいこの30超えてから悩んでて、ファンデーションとか塗るじゃん。で、日常過ごしてる中でこうやって笑った時にさ、ここにシワ入るじゃん。まあ、これは誰でも入ると思うんだけどさ、ファンデーションが割れるんですよ。20代の頃こんなことなかったので、涙袋のまたちょっと下なんだよね。許せないわけ私は。なのでどうにかしなきゃと思っていろんなアイクリーム使ったんですね。ボビーブラウンとかも使ったし、まあ、他のアイクリームたくさん持ってて使ったんですけど、で目元の美容液とか使ってるんだけど、これがめっちゃいい。最近割れにくくなったんですよ。ここにめっちゃ重点的に塗ってるから。どうですか。でもとにかくね、このハリ系のクリームみたいで、オリーブヤング1位のリフティングクリームでーす。まあ納得だよねっていう使用感。もう本当に韓国行ってきたのなんて、今撮影日が7月の5日なんですけど、先月行ってきて、先月から使い始めて、急にその上半期のランキングに食い込んできたっていうぐらい、私は使用感がめちゃくちゃ気に入ったクリームだったので、こちらを紹介してみました。商品名もう一度お願いします。バイオヒールプロバイオダーム 3D リフティングクリームでした。続きましてフェイスマスクパックなんですけど、朝用と夜用で分けました。まず朝に使うのはこれですね。まあ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 定番ですよねみたいな、 VT のシカデイリースージングマスクでございます。これも好きなんだけど、本当のこと言ったらこれじゃなくって、同じ VT のこれのレチノールバージョンのやつがあるんですよ。そっちの方が正直好きです。でも本当に好きで、もう中身なくなっちゃって、今手元にないので一旦ちょっとこちらを持ってきたんですけども、これも好きよ。これのレチノールのやつはシカレチエマスクっていうんだけど、これのシリーズだよね。そうです、はい、のパックがすごい好きでした。全然案件じゃないですよこれ。 VT さんと私よく案件やってますけど、この動画全然案件じゃありません。一切お金いただいてません。なので正直レビューしてますので信じてください。はい、続きまして夜パックなんですけど、マニョ魔女工場のガラクナイアシンエッセンスマスク、シートマスクでございます。こちらはね、いいんだよね。ちゃんとしっとり保湿してくれるけどベタつかないし、肌の水分量が上がった感じがちゃんとする。で、美容液が結構ひたひたに入ってる系だから、もうこんないらないってっていうぐらい入ってる。価格はまあ大体300円前後ぐらいで買えるんじゃないかなと思います。私はロフトで大体10枚とかまとめて買って、冷蔵庫の中にストックがたくさんあります。で、まあこれはまあ手出しやすい系じゃん、まあ300円前後。次のが大物です。ラスト、私の最強ベストコスメフェイスマスク部門はこちらでございます。ですよねーみたいな、 SK-II のホワイトニングソースダームリバイバルマスクでございます。いや、もう説明の必要ないですね。これはもう完璧です。信じられないぐらい高いんだけど、本当にいいんだよねこれね。感動するよね、使うと。感動します。一瞬で肌の治安が良くなります。わかんのわかんの。やっぱあの SK-II の売りって透明感だと思うのね。くすみなんて許しませんよみたいな。もう私パックを剥がした瞬間から、あ、いいですね治安って思います。くすみが抜けるだけでこんなに見た目って変わるんだなって実感できるパックなの本当に。でもこれピテラ入ってるけど、その独特の匂いなくない？そう、ぶっちゃけあのピテラの化粧水って結構な匂いするじゃん。このパックはピテラ臭がその化粧水よりもそんなに全然感じないから使いやすいんですね。今月はちょっとマネに余裕あるぜみたいな月は
絶対に1回は試してみてほしい。抜けられなくなるのでおすすめです。はい、ということで私のベストコスメ上半期2024いかがでしたでしょうか。まあ、私ちょっと言語化があんまり得意ではなくてですね、説明は女性スタッフの方にちょっと丸投げしたりとかするシーンもあったかなと思うんですけれども、今年の2024年上半期めちゃくちゃ使ったアイテムばっかりを厳選してみましたので、少しでも参考になれば嬉しいです。で、少しでもね、まあ、私みたいに美しい美人の女になっていただけるように、ぜひこれを参考に気になった商品チェックしてみてはいかがでしょうか。ということで最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が参考になったなとかいいなと思った方はいいね、コメント、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ということで飲みすぎちょっと待ってはい、ということで、私の各 SNS もやっておりますのでチェックよろしくお願いします。以上、女優でした。クリアな素肌 SK2 さよなら